追い詰めに少しずつ詰められてくる追い込み量だった完全に追い込み量あ、来ましたよ。ラス5ラス5だ。圧倒的なコイン量。おおすごい財力がやっぱ姫だな。ビディ予想なんだ。おマディオがビディ。急にえ、そういうパターン。大事な10コインがひでえ。めちゃめちゃ大事な10コインが買えなくなっちゃった。今その話してたところ、その10コインの話してたのに切ったんだな。いや大事な10コインが悲しい。おこれはおあ野球、あ来た野球野球相手ます。止まるたびに野球の話出てきちゃう。本当だよ。どれがいいのかこれ。みんな発作が出たかのように野球っていう。正直野球が一番熱いんすよねあれ。まだ誰も打ててないから。どうしよう。ああそっか。なんか絶妙なアイテムだな。これだっていうのが。そうなんか全部あってもいいけど、ね、なんか決定だがめっちゃ固まってる。ほいクッパの元で。これは割となんかアリシロブゾーンとか行けばみんな固まる可能性あるから。あそれはそう確かに。ちょっとそれを考えて。さてどうしようかな。どうしようかな。本当にどうしようかな。なかなか難しい。ここ行ったとてな、普通に、まあこれ、ハテナ踏んでもイカさん取って終わりやもんね。っていう。一旦私は行きましょう。3。わ、ハテナ踏める。なるほど。ハプニングスター。ハプニングスターを狙う。狙ってもいいけど、4つ目取られちゃう。あ、でも、イミさんも多分取れないからな。あ、微妙。あれかな。微妙。それってアリ地獄された後って決闘になる。え、わかんない。え、ちょっとやってみよう。やってみよう。せっかく回ったけど。ああ、ちょっと決闘してみたい。これでリセットされる。同じマスにいるから、戦いて決闘になるのかなと思って。あ、なりますね。あー、なるんだ。てーてきてー。じゃあ、この時間だぞ。全額か、これ。男の全額で。全額か。S ポーツか。あ、1コインでも。全、ただこれ、全額かけても、真面目な話すると全額かけてもイカさん買えるんだよな。確かに。限度いっぱい。確かに。なるほど。適度な。1キロ。適度な金額。31。適度な金額。31だ。てか30減って70コインもあるのおかしいって。すげえ。これなんだ。ボルトでダッシュ。ボルトでダッシュ。知らんな。ボルトでダッシュ。ナルト？何これ。ボルトとボルトぴったり合わせでどんどん先に進むんだ。ああ、なるほどね。連打。止まるまで時間かかるぞ。あ、そんなのある、ね。ああ。連打してやるのはいいけど、ちょっと余韻がある。止まんなきゃいけないんだね。オッケーっす。大変だ。頑張ろう。やってみましょう。このパターン。やりましょう。ちょっと連打遅いからこうタイミングでなんとかするしかない。左か。でこれをこう回して止めてこういうこと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 。あ、もうちょい。 あ待って。えいけない、いけない、なんかいけない。あるの。あ、これダメかもしれん。合わせてあれか。待って、これ合わせることはなんとなく分かってきたけど、これちょっとダメだ。さっきのがやばいっす、ね、さっきのもたもたがダメでしたね。もううおー、あーでも最後頑張った。追い上げ危なかった。さっきのあれがなければ。だからこれなんか普通に右押しながら A ボタンでジャンプしようとしちゃって、そしたら A ボタンが反応してなんかボルト動いちゃう。そのパターン。やっちまったぜ。みんなバトルしようぜ。おいでよ、おいでよ動物の森。ノー。あ、本物そっちだ。本物だ。わしさっきまで持っちょった。持っちょった。持っちょった。あ、バンク止まれる、バンク。バンク止まれる。せめて、じゃあちょっと蹴っちゃったけど。
でもでかいか。これさっき欲しかったぜ。確かに謎の勝手にビリって予想されて勝手に金取られるっていう。悲しすぎる。一番取られたくないタイミングね。ひどいよ。一番取られたくないタイミングね。すごい分かってたタイミングで取られた。阻止できたのに。悲しい。4枚目。うわぁ、マリオの声怖いんだよな。狂気を感じる。またそこにある、なんか。なんかいつもここら辺にある気が。なんかそこばっかだな、なんか。もっと動かせい。あ、そこはチェックできるのでは。うん。ワンチャンいける。まさか。まあ、イニさん回収した後だもんな。イニさんとバトルするか、ケイさんと。イニさんとバトルする。もう一戦するか。もう一戦マジで。イニさんにメリットが。イニさんとバトルするか。バンク。バンク。でもそこに金がないなら、大丈夫。ここから金取るから。お金持ってる人がいる。ここに銀行あったわ。あったわ。もう一つ銀行あるから。助かる。行きましょう。限度いっぱいまで。え、本当ですか。せめてちょっとノコノコバンク代にしときます。あ、優しい優しい。ちょっとスター代ぐらいは残す。あ、ありがとう。普通にデュエル、ニワトリキャッチ、デュエル楽しいからやりたい。楽しい。普通に面白いね。ニワトリ飛び越えられる。ん、どういうあれですかね、これ。あのニワトリを捕まえればいい。エリア内にニワトリが逃げてるんで、ここ捕まえる。先に捕まえた方が勝ちですね。あ、追いかけて B で捕まえて、移動ジャンプ捕まえる。あ、P で捕まえる。なるほどな。あの、割と不規則な動きするんで、なんか追い込んでから、なんかその隅の追い込んでからとかの方が、なるほど。そんな動きするんだ。結構早いっていうか。表に早い。え、もうそれ。そう、意外と追いつけないんで。本当だ。あと結構みんな手短いんだね。確かに。結構なんかちょっと、え、みたいななんか捕まえた。おー、すごい。目の前で。ありがとうございます。5コイン。かわいい。目の前で。見せびらかされてる。かわいいやろ。喜び方動物の森だったもんね。アイテム見せるだけ。あーって。かわいい。来た。あー。ボーナスゲーム。ボーナスゲームだ。おー。ありがてー。朝を開くやつ。稼ごう。あー、すー、金だ。すーって怒って。お、眉毛ランドが。眉毛ランド。うわ。止まってー。お金が。あー、これ。あれ欲しかったな。みんな真ん中に集まるとすごいわ、弾かれる。危ない。やばい。なんか下がりすぎた。全然取れてない。よし、17枚。全然取れない。取れたんじゃない。いえ、一桁。あそこみんな黒が何も取れなかった。これでもあれです、争いのない世界だからいいですね。みんな幸せにしかならない。逆転した。逆転してる。なんと。そこの順位あったんだっていう、あんまり気にしてなかった。はい。届いた。いけるか。これは。さあどうだ。点点。どうだ。やったー。おー、いいですね。やったー。本物だ。やったー。やったー。で、みんなからクッパの音使ってもらおう。やったぜ。またここ系。おお。店内。あ、その位置ね。その位置なんだ。そっか。して野球。すごい。発作がすごいんだけど。野球以外がハズレみたいになってる。よーし。お、ずいぶんいいとこにあるの、逆さあるなぁ。わぁ、眉毛、今だ。まあでも、持ってていいかも、今は。うん、悪くないね。確かに。
ちゃんとしたルートで行けるか。正規ルートで行ける。正規ルートで行ける。よし、いただくぜ。これはお前はどうだ。あ、本物だ。当たりリリー。じゃあすごい、今日はスターが出ますね。出ますね。大盤振る舞いだ。10枚だ、10枚。これゴリラどうやって泣くんだ、これ。あ、自分の番以外の時ですね、確か使える。あ、自分の番以外か。あそこに来た。あそこ変わんないんだ。そこ変わんないんだ。あ、変わんないんだよ。なんで、なんか、手抜きだな。そ、動くのちょっとだるがってるよね、あれ。ここでええやろ、みたいな。でも、キーマンの。そう、キーマン開けれるぞ。おっしゃー、熱い。キーメンは、お別れだね。えんのか。あ、早い、また早い。よっしゃ、ね、おっと、あ、なるほど。これは、でかい。まあ、これでも、奪えないんですよね。俺もしかして。まあ、5枚取って5枚、5枚上げて5枚取る。俺か俺、なのか。マリオしか選べない。マリオしか選べないんだよな。だからみんななんか持ってんだよ。みんなちゃんとさ、あ、風邪ひいてんの大丈夫だよ、多分。風邪ひいてても多分大丈夫っすね。あ、もう全部持ってけ。もう全部持ってけ。プルプル。ありがとうございます。これ持ってきたぜ。やったー。出てくる速度遅いもん、コインに。ほんと今の、確かに。ちょっと嫌がらせしただけになっちゃった。青マス踏んだ方が多い。なんてこった。いやこれは、こんだけバッチリ対策されてるとどうしようもないんだよな、もう。なんか、両方持ってるから。結局でもあれか、俺はあんまり関係ない感じ。まあでも、あの、ケツ刺されていくっていうのも手ですか。ああ、そっかそっか、それがあるのか。よし、じゃあ、ああ、ちょうどあれか。針治療っていいんだな。針治療しましょう。あとどっち行くかっすね。とりあえずこっちに、あ、見とけばよかった。左行くか、左行くか、下行くか。あー、そっか、二分一か。蜃気楼チェックできる。そうっすね、高額のために。いやでも蜃気楼チェックはできる。とりあえずじゃあ、私が、私名がじゃあ先陣を切って。あー、なるほど、ね、蜃気楼なんだ。あー、すー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 っていなくなっちゃった。赤だ。おー、これはルル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 、クッパ電話。おお、友達。クッパ電話、クッパ電話。クッパのもっと安くない？なんか安いよね。10コインで買えたの。割引でセール中、割引さ、サマーセール来てる感じ。あ、サマーセール。チームと同じタイミングでセールやってる。マルキさん、ライダーさん、あんだけブッチしたより、もしかしたらクッパさんにコインもらえるかもしれない。まさか。確かに、いいやつだな。2回ブッチしてる。あ、グリグリ。あ、またオタムレが。OK の、OK の。遊びますよ、皆様。皆様行きますわよ。これ狙ったかのように本当に姫しかそっち側行かないんだよ。俺しかやった記憶ない。これジャンプできると思ったらできないんだよ。ジャンプできないです。危ない。あー、あ、いえ、そう、さっきなんかジャンプで避けようと思ったら、あの、全然ケツ浮かなくてボーンってなった。あー、ノー。 あえて止められる。あ、姫頑張れ。 姫おたまりが過ぎます。あえて止められる、面白い。姫怖い。姫、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 レバガチャしてる。レバガチャ。怖かった。すごい接戦でしたね。いやー。最後めっちゃガシャガシャやれて怖かった。イミさん当てんのうまかったんだけど。確かに。スッて止めた。あってなった。あと3ターン。3ターン。ラッサン。はい。お。お。まあ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 。アリ地獄。そう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 。ねえ、怖えな。このステージは踏みやすいっすよね、多分。踏みやすい。しゃ。じゃあ私は目指そう。なんか嫌な予感するけど。あ。嫌な予感するな。あ。いや、勝てばいいの。64倍。勝てばよかろうなのだ。おらー。うわー。64倍。
やったれやったれ。これ一気にコインスターっす。でもあれ、あの2倍のさ、やつじゃなかったらもう。あ、そっか。何が来るか分かんないから。あ、来た。来た。今日はどうなるか。16倍。これはさすがにちょっと16倍か。あ、これはさすがに16倍でしょ、まあ、16倍でしょ。ケーキを生きる声。甘いの苦手か。ちょっとダメだ。ちょっと怪しいな。ダメだ。すいません、ちょっとこれはちょっともうちょっと苦手なのはきついかもしれない。これで腹減ってるって言ってたらちょっとあれでこれで勝ったら逆におもろい。勝ったら逆にめっちゃ面白いけどな。聞いてみたい。あいつが勝ってるとこ、え、マジで、え、嘘嘘。ああ、ねえ、ゆりしか、後半のラッシュがすごかった。後半のラッシュすごかった。苦手って言ってたのに。頑張ったな。すごいな、あいつガッツあるわ。すげえな。おー。でもこの初めて勝った時がね。確かに。確かに。やった。おー。ナイスドンキン。あのコインが入ってくジャラ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 のジャラジャラ、いいですね。コインシャワーがいい感じだった。いいなあれ。今こっち側が、あー、そっかそっか、そうっすね。そいつが本物、そいつがやつが本物。サボテンやった上で目が足りればそのまま突き進めばいけると。あ、そっか、キノコあるか。インさん、あ、そう、一応キノコがある。ここか。じゃあ使いどころとしては、もうターン数もね、ターン数あと3ですね。よし、1。なんで 1? なぜなぜ自ら修羅の道を行くんだ。あー、これはどう。あー、でも足りない。余裕、激余裕。余裕。金を、あー、まあ、袋ですよね。やっぱスプレー、ね、1枠しかないのに。1枠しかないのに。決闘もできる、決闘も、ね、あ、そっか、これもあんのか。戦おうぜ。よし、もう最後だしな。おいえ、いや、いい声だった。戦おうぜ。行く。行く。マイル。を刺されに。いやー。マイル。移動するためだけのために。すげえ動きないの面白すぎる。もう足から刺されに行ってるのだもん。行きましょう。よく来たワリオよ。ワリオさん、ワリオさん、これ見る側だったもんな。この位置にいたもんな、最初。確かに。本当は。ドンキ泣くチャンスだ。ドンキ泣けない。次取れるよ。泣けない。何にも聞かないんだけど、マジ。なんで ？L ボタン。あ、いけたいけた。あ、泣けた泣けた。やっと泣き声が泣き声が聞けましたよ。泣いた泣いた。これチェックできるのだよ、これ。熱い。僕もチェック、出目が良かったらいけるな。またあ、もうでも。いつも持ってるじゃないか。持ってました。ごめん、持っててごめん。ちゅ、持っててごめんみたいな。持っててごめん。ちゅ、持っててごめん。電話する？ちょ、今でもみんなあれだもん。ステーションがピンポイントすぎるでしょ、持っててごめんだよな。みんなお金あるもんね。みんなお金、ああ。そう、あと2ターン、あと3ターンだから、まあ別にいいのか。OK。じゃあ新キロチェックします。新キロチェック。うおー。あー、当たりだー。やったー。当たりだー。5枚目。いや、ちょっと5枚目もうきついわ、だいぶ。5枚目はすごい。なんかもう喜んでて、なんか壊れちゃってるもん、ね。確かに。いや、テレサでも防御されるから意味ないから。そう、もうテレオケスペアルから何もできんのよ。やばい、鉄壁すぎる。強すぎる。防御が、鉄壁の防御が鉄壁ですね。誰かわかるかな。いや、ドラムだね。ニアピンこれはちょっとマディオゴルフの得意の私がもう現役勢がマリオゴルフ勢が、マリオゴルフ勢がちょっと全力出すしかないんじゃないか。これ後の人カンニングできるやつっすよね。そうそう。あ、そうなんだ。参考にできるよね。じゃあ私の参考にしてくれ。お。まあでもそのぐらいかなって。まあ、こんぐらいでしょ。思う。ああ、思った気より転がっちゃった。結構強くてもいいんだね。ね。もうちょっとね。
左だったね。こんな、あ、この辺で、あ、でもなんかいい感じ、いい感じ、いい感じ、あ、すごい近い、おお、すげえ、割とこれ思い切っちゃって良さそう、ホールインワン、感じだと、よろしく、あ、これどうしたら、あ、こうすればいいの、ホールインワンよろしく、現役勢が任せろ、さすがの片手打ち、あー、ちょっと転がっちゃった、あ、難しい、あ、そして全てのデータをインストールしたマリオ、マリオさんがデータで勝負する人だ、データで勝負する、データマリオ意外と強くていいんじゃない、はい、どう、あ、なんかでもいいか、あ、お、あ、あ、あ、でも結構多くいっちゃった、意外と難しいんだ、難しいな、なかなか難しいですね、なんかさすがに元気で、みんな詰めすぎじゃない、なんかもうちょっとさ、あの幅取ったらいいね、確かに、あそこの舞台がちょっと狭かった、ぎゅうぎゅう、体操の体型に開けって、いやー、懐かしい、あれ、いやーの声が小さくてすぐね、やり直させられるから、そう、小さく前習い、小さく前ならやったな。前ならって何なんだろう、あれ。確かに。あれは確かにチェックできず。ああ、チェックできず。1000キロチェックが。さて。さてと。でも呪いキノコ使ったところでな。ああ。まあ使って、自分に使って、チャンスマスでも。チャンスマス。チャンスマス。リスクありすぎるけど、もうそれでイカさんを引きずり落とすしかない。ああ、まあ、よだいも。まあ、ちょっとアイテム買ってもいいかなと思ったけど、まあ、ちょっと一旦腹下しといて。ドンキめっちゃキノコ食ってんの。そら、なんでやねん、お前は。あ、お前もう、そういうとこやぞ、ドンキ。33% が。33%。33% 外した。こっちか。まあじゃあ普通に、ちょっと赤ずきちゃんは。キーマンです。キーマンです。ちょっと、あの、前世の記憶が。前世の記憶。あ、デュエルやる？お、やるか。デュエルやっちゃう？デュエルモンスターズが。デュエルしろよ。あ、てか、イニさん、決闘手袋あれしたのに。あ、そっか。確かに次のターンも決闘できる。あ、そっか、もう一回決闘できるの。戦おうぜ。あ、10コインかけちゃうんだ。あ、でも俺の全額いきましょう。え、でも手心加えてじゃん。いや、全額いきましょう。あ、惜しいんだけど。あ、俺全額のが嬉しかったんだよな、これ。あ、そう、クッパ電話があるから全額かけると、そっか、そう、クッパ呼ばれない。早打ち右クッパにお願いできない。コインかすめ取られて終わっちゃう。早打ち右クッパ、ミニクッパ、あ、連打なんだ。まあ、連打で打つんだ。連打で打つやつ。危な。いきなりキノピオさん当てるのかなと。ああ、そっか、そういうことか。はい、はい。すごい、なんかいろんなとこ打ってる、イニさん。はい。ね、いろんなミニクッパいじめてる。いろんなミニクッパいじめてる。ちょっとずつ。え、でもなんか、ちょっと追いついてる。なんか追いつかれてんだけど。めっちゃいいじゃん。連打早いな。早いな、兄さん。危ねえ。すごい。よかった。めちゃめちゃいい勝負だった。超危ねえ。なんかあんな追いつくと思わんかった。すごい。いや、いい勝負だった。いや、これめっちゃいい勝負だった。いや、よかった。俺はナイスファイト。俺はナイスファイト。おもろいな。GG っすね。やるぞ。よっしゃ。サボテン。サボテンダーしたいな。ああ、なるほど。確かに。それで取るのはあり。サボテンダーして渡っていきたいね。渡れんの？すごい。渡れるわ。ああ、渡れる。これちゃんとジャンプしないといけないんだよな。そう、ま、ギンジャンだといけないっていう。今日は成功者がまだ。確かに。これさ、渡ったら結局、どこで上行っちゃうのか。上に行くのかな。逆さ状態ってどうなるんだろう。え、すごい気になる。え、でも選べたところで次の分かれ道まで行かないと次のターンで普通の動きになっちゃう。確かに。まあ上行ったら上行ったで2マスでしょ。2マス戻るってこと？そういうこと？びっくりマスなのかな。ああ、なるのかな。難しい。
ステーキすごい、うまい。あ、選べるか。選べる。あ、これは例外なんですね、じゃあ。へぇ、この次のターンですね。結局、結局前から。戻ったのか、元に。そっか、結局前からね。じゃあ、それで青を踏むか。なんか、実験ができたからいいや。研究結果、研究結果レポートにまとめときます。お、ぴょんぴょん、また。あ、出た出た、ぴょんぴょん。みんな好きなやつ、スプリングするやつ。あー、で、人を踏んだ後は攻撃できないっていう仕様が。Z で踏んだら Z で。これすげえ、すんごい弾くやつ。そう、こないだ、その誰かを踏んだ後でずっと攻撃できなくて。おお、踏んだら Z で。うわー、うわー、危ねえ。あかん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 。はい、あ、あったあった。はい、えい、えい、うわー、えい、えい、どうなるんだこれ。せい、あおほほほほ、すごい超際どいとこって。確かに片足押してる。よかった。これはこれがラストターン。ラストか。ラストターンか。キーメン使えなかったな。まあ俺はもう1出してチャンスマス止まるしかないから。これででもゲームひっくり返る可能性ありますか。まあ誰も誰も通過できないな、これ。目の前にいるんだけどな。目の前にいるんだけど素通りするのかな。1。そうだね、またデュエルだ。あ、デュエルだ、デュエルだ。デュエルモンスターズ、またデュエルだ。やったやった。お、全額か。全額か。今度はそうだよな、決定権が。もちろんもちろんですよ。あそこなんか分かんない。一番やばい。イニさんにまたやり返されそう。ギャンブル魂すごいんだよな。ライラさんが一番すごいんだよ。しゃライラさんね、一生全額かけてくる。そう、だからノータイムで全額なんだよな、この人だけ。全額かけ続けてるから。あ、運ゲだ、運ゲだ。あ、運ゲだ。覚えて。こっち。どっちかが外れ。そう、覚えてないといけない。覚えてないと。あこれって、正解は絶対同じなんで。これってお互いに一緒なんですか。一緒っす。あ、一緒なんだ。だから正解は覚えてないとダメです。え、待って、当たっちゃう、これ。どうなんだ。どっちだっけ。インスタ見てなかった。やったー、一発クリア。おー、すごい。すごい。全然覚えてなかった。多分、インスタ間違ったの覚えてた。インスタ外れの方言ってた。ちなみに外れの方言ってた。やったー。わー。急に潤沢になった。1! あー、ダメだ。出た、うん、なんだお前は。ダメだ。悪いね。もう終わっちゃったもん。見せじめいけ。見せじめいけ。そうけ、そうけ。ったの、どっち行ったっていいよ、そんな。うい。ペット手袋。おもしろい。ペット手袋。やるかやるし、やるね。こいや、こいや。やりねえ、やりねえ。乗りねえ、乗りねえなんだよ。新しい。乗りねえなんだよ。やりましょう。最後まで、最後まで。これでさ、あの、イーさんがあのハプニングマス踏んだりしたら、思いっせんあんのよ。でも、もう宿命の戦いだからですね。あ、3レース。よし、マジ気合い入れる、気合い入れる。ああ、これね。A でね。A でツタから手を離す。ああ、もう、これ飛び続けるドンキーコング。ドンキーコングス。これドンキーコングス。ドンキーっすね。オッケー。よし、イーさんこれ得意なんだ。よし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 、マジ気合入れる、マジ気合入れる。一個飛ばし、あ、できない。あ、ぜー、そこちょっと。え、タイミング合わなくない、これ。え、これどこで、え、開けたこの辺。あー、そこ難しいっすよ。なんかすごい、なんかあのそうめんに1個だけ混じってる緑色のソーダ。わかる、色がわかる。なんかちょうど柔らかさ的にも。あ、そうそう、ちょうどいい。あ、早い、イリさん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 早い、ドンキー。おお、ドンキーの知識が。やった、やっぱドンキーやってるかどうかが。いっぱいやっといてるか。うまいわ。
一生争ってるあのヒゲ。あそこ。あ、おお。なんかついでみたいに撮ったけど。メインじゃない。もうね、サブだから。完全燃焼。てかなんだかんだ2、3もスター4枚目なんだよ。そう、すごい撮ってる。本当はもう1個撮れたんですけど、ね、確かに。なんか謎のビデオ撮られちゃった。お前いけへんやろって言われちゃった。これがビリ予想だなんて言って。ああ、残念。お、じゃあクッパ電話しようかな。あ、チャンスマスが。テレテテレテ。やったー。テレテテレテ。クッパだけど。クッパだけど。クッパだけど。もしもしクッパだけど。まだで。お、任せにします。はい。はい。誰だ。お前か。お前か。オレオレ詐欺引っかかるタイプだろお前。引っかかるよこいつ。ああ自分で。ああ自分なんだ。そんなことあるんや。三十分渡しばっかりだな。大盤振る舞いですね。いいんですか？すごい。ああすごい。早い。早い。しかもなんか早え、めっちゃ早くなってる。めっちゃ足早かった。やれんな。なんか前みたいに飛んで逃げるとかじゃないんだ。あ、新キロ。残念。あ、またやる、またやる。え、クッチャンス。またやる。クッチャンス。またまた、また。ラストターンに急に来たな。さっきバッグ。逃げたのに。逃げた。会いたかったぞ、デイジー。お、もう一回やるんか。もう一回やるんか。2番で来い。あ、惜しい。惜しいな。惜しい。一旦で2回見れることなかなかないかん。しかも自分でね。そう、自分で来た。バイバーイ。電話して逃げられたから家突したみたいな。闇金のそれなんだよ。1万コインの件なんですけど、最後131万コインの件なんですけど、これは最後か。これなんだ。頑張ろう。あー、あれか、ガチャガチャするやつ。ガチャガチャのやつか。さあ AB、 あ、これ右左楽しいやつだ。 AB アメンボ結構楽しいんすよね、普通に。むずいけど楽しい。単純に私連打苦手なんで、もう AB 真ん中で頑張る。任せろ任せろ。ほら AB 連打。あ、じゃあこういう感じ。そう急に速くなる。急に速くなる。スロースターター、散り上がる。あー、押せて、やべ、指が。あ、でもめっちゃいい勝負してる。いい。めっちゃいい勝負してる。お願いします。難しいやつ。いい。大丈夫。あ、こういうことね。大丈夫。頑張る。頑張れー。はい、はい。やばい、ヒンメ、うめえ。やばい。はい、はい。あ、やばい。やばい。押せてない、押せてない。いけー。うおー、3000。やばい、キラーの位置が悪い。いける。キラーの位置が悪い。キラーの位置が悪い。これいける。いける。マリオさん、いけはる。いけはる。馬力が違う。うおー、マリオさんの馬力。マリオさんの馬力すごかった。あ、でもすごく当たったな。全然当たってなかったの、すごいっすね。あの、マジで、あの途中で、あの A ボタンが引っかかって埋まって出てこなくて、めっちゃ焦った。大ピンチのやつや。危なかった。奇跡の追い上げ。奇跡の追い上げ。すごかったな。いや、キラーが一生同じとこにいたんだよな。あれ、ずるかね。そう、なんかちょうどなんかクリボーが邪魔でいけないところにずっとキラーって。そう、えぐいことになってた。テテテン。やっす。潤沢だったね。ワンちゃん、エミさんがボーナスによってはって感じか。そう、ボーナスであるかどうか。なんかの間違いで。やったー。やべ、かくった。かくったな。もうコインスターもうしょうがない。これ100コイン超えてるから。お、2人だ。あざす。おお。2人とももらえる。俺折れないのかなって、折れないのかなって顔ずっとしてる。その顔。俺主人公なんだけどなって顔してる。顔が。二人ともはしごしてたから。隠しブロック出たから。アファアファアファ。あう。どっちだ。どっちだ。どっちだ。ああ。やったー。デイジー。やったー。発音が良い。
そんないい。おめえ。こんな笑顔できるんだ。やったー。こんなにっこり顔するんだ。営業スマイル。かわいいやん。営業スマイル。営業スマイルって。アイドルだな。アイドルやな。すげえ、スターの。すげえ、圧倒的や。2、3、5、7。自分の名前。そう、今回みんな全体ですごい撮ったな。すごかったっすね。蜃気楼で2分1だったのにね。ペルサブロックあったから盗みにも行けなかったし。ペルサの位置が良くなかったね。確かに。あ、確かに。そう、テレスやっていったと思ったらみんなスプレー持ってるから。やっぱ俺が戦闘狂だったというわけですね。戦闘狂だな。決闘何回したんだよ。3回、3、4回したでしょ。マニア。決闘マニア。いいな。決闘スターですね。決闘スターですね。いや、よかったよ。デュエリストじゃん。やっぱデュエリストだったか。不服深海。ちょっと次のマップだけ。何かだけ。ちょっと、あれですね。次回予告。ブクブク砂漠。やってないのが、ブクブク砂漠。ブクブク砂漠。なんか混ざってない。沈んでるけど砂漠。砂漠に沈む。もはやオアシスじゃないけど大丈夫。蜃気楼見えちゃってる。ぐるぐるの森とドキドキ洞窟。ああ、じゃあ森かな。わるわるイジド。わるわる、わるわるイジド。わるわるイジド。わるわる。ブルブル砂漠。寒そう。夜なんだろうな。あ、イニサマチです。ああ、ごめんなさい、すいません。じゃあ。全員グッチョイスっていう。おお。手足が長いなぁ。長いなぁ。ちょろちょろや。ぐるぐるの森だね。ぐるぐるの森。ドキドキ。あ、わるわる。わるわる。はい。悪そうだ、仕掛け。じゃあ次は。深い森の奥のマップです。ぐるぐるの森です。デクノック様のダークな方もいるけど。なんかすごい顔してるもんね。なんか、パイ焼きみたいな口だった。パイ焼き。どんなよ。パイ焼きのあの頭の方のね。あ、そうそうそう。ああ、なるほどね、なるほどね。次回はじゃあ、楽しみにしましょう。ほら、進めてくれてる、進めてくれてる。わしのおすすめかって。あ、どうじゃ。波動じゃ。どうじゃ。波動じゃ。波動じゃ。波動。矢印くんマップ波動じゃ。波動を感じるな。めっちゃデュエルマップ進めてくる。ゆえま。マスターズになっちゃった。意味が変わってくる。コッコルピア。コッコルピア。ドラゴンデッキかな。